こちらのホームセンターでは非常食や非常用トイレなどのたくさんの防災グッズが並んだ特設コーナーが設けられています。金沢市内のホームセンターでは毎年この日に合わせて特別コーナーを作り、200品以上の防災グッズを並べています。6月の能登地方の地震、8月の水害、2度大きな災害が発生しておりますので、特に今年は普段から災害対策用品をストックされる方が多い傾向にあります。売れ筋は湯煎をしなくても食べられる保存食や必要なものが一式入った防災バッグなどですが、今最も注目されているのが、こちらは水で膨らむ土嚢袋になります。土や砂が不要で水だけで膨らむ簡単な土嚢袋になります。使い方は簡単。たらいや桶などに水をためて、そこに袋を沈めるだけ。5分ほど待てば水を吸い込み、重さ15キロほどの土嚢袋になります。これをドアや玄関の前に置けば、家の中へ水が入り込むのを防ぐことができます。一般的な土嚢より軽く、女性や高齢者にも扱いやすいと人気で、売り上げは去年の同じ月と比べると2倍です。やっぱり一時的に販売数が伸びた商品でございますので、在庫数につきましてはそのタイミングで増やしました。いつ起きるかわからない災害、早めの備えが求められています。